バレンチン・セルゲエビチ・パブロフはソビエト連邦の政治家。1991年1月から8月までソ連の首相を務め、ミハイル・ゴルバチョフに対するクーデターを起こした人物の一人であった。政府経済学者及びゴスプランの金融部門の長であり、1959年以来、大蔵省の職員として勤務し、1989年には、 ソ連の大倉大臣に就任した。1990年には政治局に加わり、ニコライルイシコフの後任としてソ連の首相となる。当時のソ連最高指導者、ミハイルゴルバチョフは改革に伴う高インフレにより、ペレストロイカに対するソ連共産党元書記長のレオニード・ブレジネフの流れを組む保守派の抵抗に直面していた。パブロフはソ連内で 共和国への権力分散を推し進めるゴルバチョフの新連邦条約に反対し、副大統領ゲンナジー、ヤナーエフ、内務大臣、ボリスプーゴ、国防大臣、ドミトリー・ヤゾフといった保守強硬派によって引きられた国家非常事態委員会に加わった。委員会により、1991年8月19日にゴルバチョフの退陣を要求するクーデターが発生。しかし、 クーデターの失敗でパブロフは3日後の8月22日に首相を罷免され、1週間後の8月29日に逮捕された。数ヶ月後に刑務所から釈放され、1994年5月に恩赦を受けた。釈放後は、市中銀行の頭取及び複数のアカデミーの所長となったほか、ロシア自由経済社会及び国際管理アカデミー両方の副社長にもなった。 その後の生活のためクーデターを弁護し、2001年にはウラジーミル・プーチンの指示を表明した。2003年3月30日に65歳で死去した。ありがとうございます。